第1回キュアフラミンゴ選手権。みんなこんにちは、キュアフラミンゴだよ。今日はトロピカルージュプリキュアや他のプリキュアたちを私風にチェンジしちゃうよ。誰が一番キュアフラミンゴ姿に似合うんだろう。楽しみだね。それじゃあまずはキュアサマー。キュアサマーがキュアフラミンゴにチェンジ。まずは私の髪の毛を取って、お洋服を脱いで、キュアサマーがお着替えしていくよ。髪の毛をつけて、おっと髪の毛が浮いてる。お洋服を着て、髪の毛をちゃんとつけて、キュアサマーのキュアフラミンゴ姿出来上がり。うわー素敵。キュアフラミンゴの真っ赤なロングヘア憧れてたんだよね。このお洋服も大人っぽくって可愛い。全身赤コーデ素敵だね。次はキュアコーラルがキュアフラミンゴにお着替えしていくよ。キュアフラミンゴの髪を脱いでお洋服も取って、キュアコーラルがキュアフラミンゴにお着替え。キュアコーラルのメメもすごく可愛いよね。お洋服を着て、髪をつけて、キュアコーラルのキュアフラミンゴ姿出来上がり。うわー、キュアフラミンゴの髪型とお洋服すごく素敵。情熱の赤、とってもカラフルで素敵ね。気に入っちゃったわ。次はキュアパパイヤがキュアフラミンゴになっちゃうよ。キュアフラミンゴの髪を取ってお洋服を脱いで、キュアパパイヤもキュアフラミンゴに変身。まずは髪を取って、お洋服を脱いで、そしてキュアパパイヤにキュアフラミンゴの洋服を着せて、ヘアスタイルもチェンジして、キュアパパイヤのキュアフラミンゴ姿出来上がり。うわあ、すごい素敵。なんだかちょっと大人のお姉さんっていう感じ。キュアフラミンゴ姿気に入っちゃった。今度はキュアグレースがキュアフラミンゴになってみるよ。キュアフラミンゴの髪を取って、お洋服も脱いで、キュアグレースがキュアフラミンゴに大変身。お洋服を着て、ヘアスタイルもチェンジして、キュアグレースのキュアフラミンゴ姿出来上がり。わあ、このお洋服と髪型すごく素敵。私のお目目の色にも合ってるみたい。気に入っちゃった。キュアフラミンゴの服ってかっこいいね。次はキュアミルキーがキュアフラミンゴに大変身するよ。キュアフラミンゴの髪を取って、お洋服を脱いで、キュアミルキーがキュアフラミンゴに大変身。キュアフラミンゴの赤色、キュアミルキーに似合うかな。髪をつけて、変身完了。出来上がり。わあ、キュアフラミンゴのお洋服すごく素敵る。私の緑色のお目目とキュアフラミンゴのこの羽の部分、とってもマッチしてるるん。私って赤色も似合うるんね。気に入っちゃったるん。次はキュアアースがキュアフラミンゴに大変身。キュアフラミンゴの髪を取って、お洋服も脱いで、キュアアースがキュアフラミンゴに変身するよ。
洋服をつけて、はい、出来上がり。うわあ、とっても素敵な髪型とお洋服ですわ。どうでしょうか、似合ってますか。早くラテ様にこのお姿を見せたいです。次はキュアフォンテーヌがキュアフラミンゴにお着替えするよ。まずはキュアフラミンゴの髪を取って、お着替えスタート。キュアフラミンゴの洋服を着て、ヘアスタイルをチェンジして、お着替え完了。どうかしら、似合うかな。いつも青色の髪型と青色のお洋服だから、赤にチェンジするのってすっごく新鮮。キュアフラミンゴってすごくかっこいいね。この洋服と髪型も気に入っちゃった。最後はキュアソレイユがキュアフラミンゴ姿にお着替えするよ。キュアフラミンゴの髪を取って、お洋服を脱いで、キュアソレイユお着替え開始。キュアフラミンゴの洋服似合うかな。キュアソレイユは大人っぽいお洋服似合いそうだよね。どんな感じになるんだろう。最後のプリキュアお着替え完了。どうかな。わあ、素敵。キュアフラミンゴの髪型とお洋服すっごくかっこいいね。なんだか強くなった気がするよ。ねえねえ、動画を見てるみんな、私たちのお着替え似合ってたかな。とっても可愛くお着替えできたねって思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もしてくれると嬉しいよ。キュアフラミンゴ選手権、最後まで見てくれて本当にありがとう。みんなのことが大好きだよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも